どうじゃん。そんな真面目ないじゃん。どうも、太郎です。今から中国語クイズをしたいと思います。もう俺分かったこれ。めっちゃ簡単じゃん。じゃん。最初のメイで分かる。もう一斉のでセーラームーン。へー。この字はちょっと分かんないんだけど。戦士っていうの。あ、戦争のせいなんだ。戦争のせい。あ、じゃあ一緒じゃんもう。美少女戦士、セーラームーンじゃん。一斉ので名探偵コナン。これコナンって読む。有名。もう名で言えたらもう名探偵コナンしかないもん。へえ。名侦探柯南。発音もちょっと。まあ似てるよね。なんて読むこれ。七龍。七龍珠。え、わかりました。わかりました。待って待って、これ七でしょ。で竜でしょ。うん、でこれ真珠の字でしょ。七個の竜。ドラゴンボール的な感じかな。ドラゴンボールっす。合ってます。合ってます。そのまんまじゃん。あ、わかった。俺わかった。せーので、ドラえもん。だってもうこれそのままなドラえもん。一瞬何のことかと思ったけど。ドラえもん。あ、わかった。はあ。先に稲葉さんから言いましょうか。俺は多分絶対合ってる。正解。ちびまる子ちゃん。違う。じゃあ先に言うね。合ってた合ってた。俺はもう分かったよ。まず説明するとこれは B だから、うん、まあ鉛筆とかそっち系ね。これは小さい。これは名前だね。あー、もう分かった。せーの、クレヨンちっちゃん。鉛筆で分かった。蜡笔小新。クレヨン。これ なんて読むの。これは読めなかったんだよ。これで蜡笔でクレヨンなんだ。小新だからしんちゃんってことか。そうそう、小さいしんちゃん。待って、あれでいいっすよね。一世ので言います、はい、一世のでテニスの王子様。ワンチオでテニスって分かんなかったけど。王子で分かっちゃうよね。ワンズだけで分かる。いや、もう玉のワンズだから。玉ほら、もう分かった。やるまるじゃない。いや、全然分からん。これは桜じゃん。あ、分かった。せーのでちびまる子ちゃん。インターをシャオシャオワンズ。シャオワンズ。アウトマン。今の監督で分かった。ヒーロー系だよな。ここになんか角生えてる系だよな。一斉のでウルトラマン。これ中国語で何。アウトマン。高すぎる。これ海賊王って言ったら。一斉のでワンピース。中国で海贼王。じゃじゃん。宠物小精灵。これはちょっと待って、難しすぎる。あ、待って、あ、分かった。せーので、ポケモン。ハム太郎。うん、よっしゃー。だからポケモンってさ、いない動物でしょ。ペットでいないやつ、もう妖精的なやつだから。逆にハム太郎はどうやって書くの。これ中国なんていうの。ハム。ハム太郎。待って、どっちかが分かんない。二つ俺浮かんだのね。一斉ので、ナルト。ナルトあれだよね、火の使いでしょ。ほかげの忍者、ナルトぐらいじゃない。火影忍者。忍たま乱太郎かなと思ったけど、絶対乱太郎ってくるから。あ、今全問でしょ。今結構すごくない。すごいよ。これ、え、これ有名なやつなのだよね。日本のやつだよね。俺はヒント欲しいから。ペット。またペットなの。ちっちゃい子が見るやつだね。ヨーデルヨーデルとかそんな感じでしょ。ヨーカーイでしょ。題名が俺で思い浮かばない。妖怪ウォッチ。あー、そうだ、妖怪ウォッチだ。ちょっと、あ、じゃあ妖怪ウォッチじゃない。じゃないヨーデルヨーデルじゃないんだ。デジャーの俺でしょ。ごめんごめんごめん。でもこれ分かんない。ランチョのバスケットボールだ。あや、バスケットボール系だよ。だからこれスラムダンクでは絶対ない。クロコ、あ、言ってしまった。もうスラムダンクかクロコのバスケは知ってるけど、多分俺これ自体知らない漫画だと思う、うん、何これ。スラムダンク。え、合ってたの俺。こんな単純な。なんかどんどん難しくなるのかなって。海螺小姐。分かった。え、中国語だけ。ソープ場。そんなアニメないでしょ。ソープ場アニメ。どんなアニメだよ。こう多いのかなって。俺は分かった。もう多分全世界の人が知ってて。ああ、分かった。あ、なるほど。せーの、ハローキティ。あれ、ほら、サザエさん。え、これサザエさんなの。サザエさん。ハローキティじゃないの。ハローキティ。シャゼの海。なんでサザエさん。ハローシャオシーじゃん。ハローシャオシー。キッチンチャージョー。これサザエだもんね。サザエ、そう。え、これサザエって読むんだ。写真見せて。稲葉さんすごくない。いや、なんかハローキティの、そう、発想の方がすごい。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ自信満々。挑発
るんだけど。この動画面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。バイバイ。